じゃあ行きますよ、行きますよ。おう、イデア。イデア。バッジ1個だけど図鑑84なんだが。ちょ、見ていい？行きますよ。行きますよ。バッジ1個は期待できねえな。ちょっとテストも兼ねてね。テストも兼ねてやりますんで。なんでここなの？なんでここなの？なんで迷った諦めた諦めた輝きの洞窟でまあ、諦めた確かにここなんか、ここだけ変だもんね、確かにね。とりあえず、まあ、手持ち見ましょう、まず手持ち。手持ち見ます。はい。せーの。はい。ドン。あ、そうか、手持ちの画面が下になるのか。結構難しいな、XY レイアウト。あ、でもビビオいる。はい。もうちょっと下画面でかくしてもいいかもな。ちょっとだけ、ちょっと気持ち大きめに。どうよ。まあ、普通にパソコンからでもスマホからでも見えるか、別に。あんまでかくしすぎるとだけどね。ダダック。臆病ダダック。ん？ 2014 年8月3日。約4年前。下下げる？下げる方が多分ね、変な感じすると思うんだけど。どうだろう？ちょっといろいろ試そう、始めるまで。はい。リザード。ちょっと待って。イジッパー、ミアレ。そっか、ミアレでもらえるんだ。3ヶ月空いてる。すでに3ヶ月空いてますよ。すでに3ヶ月空いてて。はい。で、ゼロス。ちょ、待って。イデアとかゼロスとか。なんか元ネタある。元ネタありそうなんだけど。イデアとかゼロスとか。ビビヨン。ムームー。ほう。イデアとかゼロスとか馬？テイルズ？わかんない。ヤンチャム。チャチャ。テールナー。フォグ。おー。なるほど。まあ。まあ大体このストーリーで進めてきたらこの辺だなって感じだよね。で、トレーナーカード見るか。やっぱバッチ1個。16時間40分。なるほどね。でも服はさ、ちゃんとやってんだよな。服にはこだわりニキでしょ。服こだわりニキなんだよな。パソコンあったよし来た。もうここでいいよな、別に。もう別にこれ以上戻る必要性ないもんね。はい。うわ、めっちゃいる！すげえ！何？中古ロムっぽくないんだけど。待って、一匹二匹怪しいのがいるんだけど。一匹二匹怪しいのいるけど。ちょっと待って、とりあえず、まあ、見ますか。多分、大体、ね、普通にゲットしただけだと思うんで、ちょっとなんとなく見てきますけど。ピカ様も安いか。ミラクル交換やってたぜ。ちょっと見ようか、トレーナーネーム。いや、ミラクル交換やってたわけではないっぽいね。立ち見れた、和骨。ちょっととりあえず、中古ロム今漁ってます。あと、レイアウト、もろもろのテスト含めて。じゃあさ、明らかにさ、一個やべえのいるじゃん、この右。なんでこいついるんだよ、このレベルでよって感じじゃん。ちょっと飛ばすね。カビンゴもわかんないよな。やってるわ、ミラクル交換。海外勢来た、急に。ネイト、イデア。いや、違うわ、こいつだけだわ。2013年10月28。いや、こいつだけだわ。なんでだろうちょっとわかんないけど。でもなんか他は、パッと見やっぱ野生さんですよね、全部ね。じゃあカビンゴ見るよ、まず。カビンゴ捕まえられる？そうだっけ？そうだね。そうだ、いるわ。いた。そうだ。じゃあ、こいつは、ゲンガは？ゲンガ見ますよ、ゲンガ。ゲンガ見るよ。せーの。ゲンガないと、色地なんだけど。ちょ待って。イベントあったっけゲンガって。ゲンガナイト持ってるんだけど。ゲンガナイトしかも色違い。ハロウィン。素敵な場所ってどこ？あれ、25って何？ヘドウェゲンガー、嘘！ほんとだ。あ、ちょっと神あ、ヘドヘケンガーだ。初めて見た。初めて見た。え、くれよ。お、搾取すんぞ、搾取。おい。おい、ヘドヘケンガー搾取すんぞ。俺の Y に移すべ。ちょ、待って。俺の Y、俺、Y 起動するわ、今から。ちょ、待って、俺ヘドヘケンガー初めてゲットしたんだけど。待って。ボックスに、せーの。ああ、でもちゃんと捕まえてますね。やっぱね。でもこんな感じかな。あ、なんか普通によくあれですね。なんか出てくるポケモン全部捕まえてってるんだね。偉いな。あ、なんかいた。ああ、ちょっと待ってなんかいるなんかいるぞなんかいるぞちょっと待って。いくよ。せーの。きたー、気合のたすき。なぜ気合のたすきフーパー。きたー。映画館だー。お、すげえ。2015年8月29日、ポケモン映画15で。あれなんだよな。フーパーもらってないんだよな。映画館のやつ。じゃないやつはもらったけど。やったー。搾取しようぜ。臆病。あ、神え、臆病これ固定じゃないの？違うの？臆病固定じゃなくて、臆病固定じゃないの？違うの？ちゃんと性格厳選してる。あ、そうなの。厳選なんだ。厳選なんだ。マジで。すげえ。あ、ランダムだったぞ。え、すげえ。偉い。偉い。イデア偉い。イデア偉い。ちょっとゲンガーと、ヘドウェゲンガーと、じゃあ。あ、じゃあ、俺ヘドウェゲンガーも臆病じゃん、ほら。あ、なんかヘドウェゲンガーがわかんないけど。やったー、もらおう。やったぜ。いや、搾取だ、搾取。搾取。交換。あ、違う、対戦じゃなくて、交換。交換する。ボイスチャットを使いますか？はい。何？ボイスチャットなんてあったっけ？ボイスチャットなんてあったっけ？ボイスチャット。あ、交換来た。はい、交換します。この友達と遊ぶ間にボイスチャットオンにしていいですか？いいよ！いいよ。いいよ。どうすんの？ボリュームが開けときゃいいのか？ボイスチャットってどうやるの？一人ボイチャ一人ボイチャ、俺ボイチャやったことないんだけど、XY の。どうやんの？聞こえる？これ DS の音。聞こえる？聞こえてるか？オッケーオッケー、じゃあやろう。やろう。じゃあとりあえず、じゃあ、ヘドウェゲンガーでしょ？で、こっちは、別になんか適当になんかいらなそうな、なんかゴーストが違う、ゴースト。はい。はい。じゃあ出す。はい、オッケー。よし。行こうか。よーし。オッケー。なんだこれどっから音出てんのかわかんねえんだけど、俺も。いや、じゃあ、すごい。やべ、下手なエコーだよね。完全に下手なエコーなんだけど。会話する。あ、どうも。あ、こんばんは。あ、どうもこんばんは。あ、モッティって言います。あ、あなたもモッティさんなんですか？ああ、僕も持っていたんですよ。ああ、そうなんですね。ああ、どうも。あ、よろしくお願いします。アホかよ。もう指切り。はい。よっしゃー。オッケー。よーし。こうか。よっしゃー。このくだりいるよ。まさかのね。同一人物でしたからね。偽物か。相手偽物か。あ、偽物だな。よし、オッケー。いやー、でもさ、ボイスチャット切りたいんだけど。ちょ、待って、これさ、あれさ、通信中ずっとこれだよね。ちょ、早くさ、ちょっと、黙れよ。もっと黙れよ、早く。もう切りてんだけど、もううぜえよ、もう。もう一回笑いところ終わったからいい、早く。黙れっつってんだよ。黙れ、おめえが黙れよな。お前が黙れよな。なんで俺が黙れ、お前が黙れって。お前が黙れっつってんだろうよな。黙れよ、お前が黙れ、早く。早く。はい、黙れっつってんだよ、だから早く。お前、あ、終わった、終わったわ。あ、贈り物受け取り間違い、あ、ここだ。あとポケセンあったわ。あんまり街覚えてないな、ちゃんと。あえ、なんでみんな配達員って分かったのいるんだが。え、ちょ、一回ちょっとレポールね。ちょっと怖いから。何もらえるか分かんないから、ちょっと一回レポールは。フーパー送ってなくない？いや、送った。大丈夫、送った。ちょっと、あと、ボックスに一応、あれだわ。ほら、ちゃんとゴース送ったから。え、なんだ、怖っ。手持ち開けて、ボルケニオン。いや、どうだろう。え、だって映画館とヘドウェゲンガーだから、え、なんだ、ちょっと行きますよ。せーの。こんばんは、イリアさん。はい。ゼルネえ？色？嘘。コミ嘘！何これアニメ配布って何何これレベル100、あ、レベル100だね。え、なにポケモンアニメ。誰か詳しく。イロイベルタルもあるはず。え、イロイベルタルもあるの？え、厳選すんのマジ。XY&Z。何アニメで、あ、3週連続で配られるの？あ、そうなんだ。普通にこれで動画1本になっちゃうレベルなんで。まさかなんで。あ、控えめ来た！ OK！ 小田井ちゃんよろしく。アニメで10月29から29がゼルネアスで、そっから3週連続でイベルタルジガルでもらえたんだ。えへへ。控えめ来た。小田井ちゃん。とりあえず、どこかが多分3Vだよね、普通にね。初見です、どうも。いや、厳選枠、マジで。お、ありがとう。HAS。まあ、いっか。まあ、別に A 入っててもいいべ。別に。HAS。答えちなんでもいいか。そうだね。OK。じゃあ、とりあえず控えめね。控えめゼルね。やば。強。ちょっとじゃあ一回、ここでレポるね。一回レポります。はい。一回レポって、まあ、お金使えばいいしね。で、もしかしてまさかのイベルタルおっと、イベルタルも引いていく。イベルタル控えめ？あ、デスウィング、あ、控えめ良くない？あれ、デスウィングって特殊だよね。そうだよね。あれ、控えめ、こう、一発、一発相撲。ちょっと待って、一発相撲なんだかじゃ、一発相撲じゃん。控えめイデアパ。そうだよな。だって、イベルタル、ゼルネアス、で、ジガルでもいるんでしょ。フーパもいるんでしょ。で、ヘドウェゲンガーでしょ。やばくないこのラム、マジでやばくない陽気何がいいえ、スカーフ、控えめスカーフとかじゃダメ。控えめスカーフとかで、なんかデスウィングアクハー、なんか一個、プラスもう一個みたいな。トンボみたいな。いいよね。全然いいよね。陽気？いや、臆病でしょ。あ、臆病。控えめスカーフとか。まあ、いいよね、別にね。控えめは、ありだよね。控えめが臆病だよね。普通はね。そうだよね。だよね。え、すご。これは16000オールだよね。ちょっと、ここもこれレポルは。俺全然控えめでいいわ。控えめでいいわ。オッケー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 。ちょっとレポルね。レポります。オッケー。うん。でラストいくよ。ラストいきますよ。あ、地軽では通常色なの？え、マジで？地軽では通常色なの？あ、月光が来たよ、月光が。月光が来たよ。地軽でじゃないんだよ。何この月光が。待って。月光がって何？月光がって何？頑張りやま、あ、マスボ持ってるよ。あ、ちょ、ハッピータイム月光が。あ、噂のなんか、あれじゃん、ウルトラサンじゃなくてサンムーンの時に、実況者がこぞって、この月光が強すぎるんだって、ノーマル Z ハッピータイム月光がやってたやつ。え、マジ？え、マジ。マスボ持ってる。総選挙な。うわ、夏ポケモン総選挙で1位になったから配布されたやつだ。うわ。厳選するわ。やば。あ、せっかち来た。お待たせしました。せっかち。まあ、ちょっと B ダウンなんでちょっと、個人的にはあんまりって感じだけど、ちょっともうだいぶ、厳選時間かかったんで、まあ、もう、せっかちでいいってことで、はい。お願いします。ちょっともう時間かかっちゃったからね。よし、オッケー。次はメスアッパーやな。いや、メスアッパーはしない。もうこれで終わりか？まだあるかもしかして。いや、まだある可能性は全然あるからね、ちなみに。まだこれで終わりじゃない可能性もあるからね。いくよ。そう、無邪気の方がいいからね。はい。終わった。終わった。オッケー。ボルケニオンは残念ながらいなかったですね。ダークライボルケニオンは。あ、オッケー。じゃあ、とりあえず、じゃあこの3匹を、ちょっと、バンクに送りますね。よし。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。皆さん、東京おもちゃショーって知ってますか？毎年やってるおもちゃのイベントで、東京ゲームショーみたいなもんですね。東京ビッグサイトで今日からスタートするわけなんですよ。で、新しいおもちゃとかいっぱいあるんで、ぜひよかったら遊び行ってください。僕も昔大学生の時行きました。あったかくして寝ろよ。